さあ始まりました、西南学院大学対北九州市立大学第2戦。先発はリーグ戦初先発の石丸。ランナーを出すもダブルプレーを2つ取るなど味方の守備にも助けられ、3回までゼロで抑えます。試合が動いたのは4回裏。先発石丸はこの回先頭の3番吉田にツーベースを打たれ、ここで井上に交代。井上は続く4番木村にヒットを打たれ先制されるも、後続を断ち1点に抑えます。5回の表、西南大の攻撃。先頭6番三船がライトへのツーベースヒット。7番甲斐の送りバントでワンアウト三塁のチャンス。続く8番江頭の内野ゴロでホームタッチアウトになるも、続く9番白石がヒットを放ち、2アウト1、2塁。ここでリーグ戦初登場1番平山がタイムリーツーベースヒットで試合を振り出しに戻します。5回裏、井上から中山に交代。2つの三振を奪い、続く6回も無失点に抑えます。7回表、先頭の5番中本がフォアボールで出塁し、送りバントで2塁へ。続く7番甲斐のタイムリーツーベースヒットで1点追加、逆転に成功します。7回裏、先頭のデッドボールからスリーベースヒットやフィルダースチョイスなどで一挙4点を失います。続く8回裏もヒットを打たれ、リーグ戦初登板茶屋に交代。しかし味方のエラーも絡み、さらに1点を失います。2対6で迎えた9回表、7番に代打で登場した西村がヒットで出塁し、内野ゴロの間に二塁へ進塁すると、9番に代打で入った飯田が右中間へのタイムリースリーベースヒットを放ち1点を追加。しかし打線が続くことなく3対6で敗れました。来週の試合も YouTube でライブ配信をするのでご覧ください。